はい、49番目ですね。平成18年登録の基準からの問題ですね。じゃあ早速やってみましょう。はい、本紙に関しましてはこれは×という、ね、ことになります。タイトルからね、登録の基準なんていう言葉がありますけれども、これはいわゆる宅建主任者の、ね、登録の基準のことを、ね、問題にしています。でこれと似たような問題で、いわゆる宅建業者、ね、この宅建業者を対象にしたこの免許の基準、ね、この免許の基準というものもありますから、この免許の基準と今見ていただきましたこの登録の基準、このあたりはねよく比較してね見ておいていただければと思います。この問題はいわゆる取引主任者に対しての基準ですね。で免許の基準に関しましてはいわゆる宅建業者を対象にした基準ということに、ね、なってまいります。問題文でね、これちょっと解説見ていただきますけれども、こういった登録の少女の処分、いわゆる取引主任者のね、登録の少女の処分の聴聞の期日、および場所が公示された後に、自らの申請によりですね、その登録が少女された場合は、登録少女の申請に正当な理由がなければ、これはですね、登録が少女された日から5年間、登録を受けることができないというね、規定になっているわけなんですね。ですから本紙に関しましてはこれは×という、ね、ことになります。では以上です。